ミネソタツインズに所属する投手パブロ・ロペス。彼はメジャー屈指の頭脳派と言われる投手だが、普通の頭脳派投手とはまるでレベルの違う投手。ベネズエラ出身のロペスは開業医の父と病理学者の母のもとで育ち、もともとは医学の道で将来を約束された秀才だった。15歳の時には飛び級で高校を卒業するほど学業では飛び抜けたエリートだったが、野球の道を諦めることはできず、今では頭脳派の投球術に磨きをかける投手となった。昨年マイアミマーリンズに所属していたロペスは2022年に首位打者となり、今年も首位打者のタイトルが射程圏内となっているルイス・アライスとのトレードでツインズへとやってきた選手。ロペスは今季はメジャー6年目、現在27歳の投手だが、昨年はシーズンを通して先発の座を守り、初めて規定投球回をクリアすると自身初の2桁勝利10勝を挙げ、飛躍のシーズンとなっていた。直球の最高球速は97マイル、約156キロで、平均球速も95マイルと飛び抜けて速いボールを投げるわけではなく、ボールのスピン量も平均以下の数値だが、さすが頭脳派と言われるだけあり、チェンジアップやスイーパーに加え、カーブやシンカーを絶妙な配分で投げ分け、球威の割に三振は多く奪っている。2023年の今シーズンも日本時間7月1日の現時点で防御率は 4.41 とリーグ26位となる決して素晴らしい数字ではないが、奪三振率はリーグ3位に位置する 11.25 を記録している。剛速球投手のような速い球を投げるわけではないロペスが、ここまで三振を奪えているのは、変化量の多いチェンジアップは最大の武器だが、それ以上に秀才と言われる頭脳で配球を考え、打者に応じたボールを適切に投げ分ける能力が現れた結果だろう。今では160キロを超えるボールを投げる投手が当たり前になったメジャー球界だが、ロペスのような技巧派、頭脳派と言われる投手もメジャーを代表する投手の一人として活躍している。打者が圧倒されるような剛速球を投げられなくても、制球力や変化球の投球配分だけで十分活躍できるということをロペスは身をもって証明している選手だ。メジャー屈指の頭脳派と言われた投手パブロ・ロペスの今後の活躍にもぜひ期待したい。